夢を叶えた男の言葉が子供たちの胸に響いています。子供たちとボールを追う高橋芳樹さん、 J1 サガン鳥栖で16年間プレー。チームのためならハードワークをいとわぬ献身ぶりからミスターサガンと愛されました。ユニフォームを脱いだ後は小学生の見守りなど地域の子どもたちの安全や育成への取り組みに積極的に参加しています。頑張ることを続けれたらもっと成長できる。今日はプロのサッカー選手になる夢を追った自身の体験をもとに子どもたちに語りかけました。夢や目標がない子もいるかもしれないので、そんな時はなんか興味があることであったり好きなことを大切にしてもらいたいなと思います。好きなことでことを仕事にできたらすごいハッピーになるんじゃないかなと思います。僕も好きなことを仕事にしたいなと思いました。野球とか釣り、諦めずに挑戦しろって言ったところがすごくいいなと思いました。好きなことじゃないと頑張れないかなと思いました。ゲーム作りとかしたいです。ミスターサガン第二の人生は、かつてサポーターに届けた夢を未来を担う子どもたちに育みます。